役者さんや作家さんとかそういうのはそれも仕事であるし、それもそういうものを、それも自分を生かすことですから、それと真我を比べることはナンセンスだと。だからあくまでもね、例えば、ね、方便ってあるじゃないですか、方便ってこと。だからね、相手によっていろんな自分の生かし方が出てきますよね。やっぱり人によって、出会いによって全く違う自分が出てくる場合があるわけです。それは日常生活でもそうです。結婚する相手によって全く違う自分が出てくる。まあ、こっちの人と結婚したのと、こっちの人と結婚したのと全く違う自分が出てくるってことあるでしょ。それと同じく自分のね、自分のもね、それを役者さんだとかそういうものを、それが自分の職業としてやってんなら、それを最大限にそこになりきって生かすことも、まあそれは芸術と言いますね。だから真我と芸術と違うという部分を知っておくことは大事だと思います。例えば役者さんでも凶悪犯罪者の役であるかもしれない。ね、私は凶悪犯罪者じゃないって言ったら、その役はやりたくないって言うんだから降ろされる可能性ありますよね。だからその役の作り話と自分の人生というのは全然違うものだということですね。それを横並びで見れるもんじゃないと思いますよね。だからその役者さんの役の中によって人間がそれをね、面白く動いたり、ね、時には泣いたり笑ったりする。それが役者さん、そのものが役者という仕事ですから、その中の役はどうのこうのっていうものではないと。時には善人役になって、時には悪人役になって、あくまでも役ですから、ね、まあそういうことで、それが役者という仕事であるということ。その中に自分が入るということではないわけですよね。そういうことです。